つ目、絵と写真がいっぱいある。3つ目、ググるのに適した単語が豊富。詳しいことはググればいいんだけど、そもそも日本語でクラウンってググると、車しか出てこないので、どうしても英語で、ググることになる。クラウンに関連した情報も英語でググった方がいっぱい情報が出てくる。なのでそれも付け加えてあります。思います。理解を深めるため、自分の職業がそもそも何か、あるいはその自分が趣味でやっていることがそもそも何かっていうことを理解するためには、必要だと思います。ただ究極の目的は必要なくなること、書いてあることは全部わかってるから辞書は必要ない、その状況が一番望ましいです。